順勝後は、朝鮮で20世紀前半頃まで行われていた囲碁の一つ。基本的なルールは、囲碁と同じだが、対局開始時に、黒白8子ずつの石を5番の決まった位置に置いてから始める。順勝後のルールは、事前大きい姿勢の一種で、開始時に、あらかじめ図のように黒白8子ずつを置いて、対局を始める。黒番から打ち始め、1手目は天元に打つのが、 決まり手となっている。終局時の地の数え方は、中国ルールとも日本ルールとも異なり、人地の大きさを数える方法であるが、終局時に地の輪郭が崩れないように地の中の石を取り除いて、数える。石を取り除くときは、石が当たりにならないようにする。上げ幅は、地の数え方には関係しない。朝鮮に中国から囲碁が伝来したのは、 紀元前一世紀頃とされ、五世紀頃に最初の囲碁の記録が現れ、16世紀末頃から両半階級に普及した。このため純章後も、この16世紀から17世紀初頃から始まったのではないかと、一般には考えられている。それに対し、章層院法物にある五番、東単語曲では、盤上の星の位置が純章後の大きい石と同じである、ことから、これが、 朝鮮の5番であって、7世紀頃のくだらで順将後が始まったのではないかという林博士や安霊寺の説がある。また、安の説では、開始時の起き石は城を守る将軍になぞらえたものと考えられている。20世紀半ばになって日本で修行して韓国に帰国した長南鉄は、韓国議員を設立して日本式の自由布石による囲碁を普及させ、 純正語は打たれることは少なくなった。布石の段階がないため、現代の囲碁に比べると、最初から激しい戦いが起きる。ありがとうございます。